本日の会談に先立ちまして、ブチャ等を訪問をさせていただきました。ロシアによる侵略の生々しい傷跡を自分自身の目で見て、またその惨状に衝撃を受けました。関係者のお話を直接伺う、また力による一方的な現状変更を決して認めてはならない。戦争において特に脆弱な立場にある女性や子どもたち、ご高齢の皆さんに対し、これを守り、人間の尊厳が確保されるよう取り組まなければならないと確信をしたところでございます。